はい、連続講座「生物・遺伝子・ウイルス・免疫・医療・感染症対策の理解のために」を始めたいと思いますえ本日は第4回5月16日生態構成物質をやりたいと思いますでここに糖質・炭水化物・タンパク質・核酸の構造の簡略図が書いてありますがこのようなことをやりたいと思いますで私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉です えー、船橋市議としての新型コロナウイルス対応,対応関係の情報は朝倉未来ある公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧ください船橋市保健所でも4日連続、検体検査すべて陰性となっておりますのでこの傾向が続くことを願っております さてこの講座においては生物遺伝子ウイルス免疫医療という今私たちを取り巻く大きな問題となっていることをじっくりやりたいと思っておりますそしてゆっくり時間回数をかけて説明をいたしますので、えーまあ、もっと手っ取り早く要点だけ知りたいという方のためにはすでに2月24日に ウイルス解,解説3部作、ウイルスの構造、そして検査法、え人の免疫系の3部作を発信しておりますのです、どうぞそちらをご覧ください。この講座ではゆっくり一歩一歩やっていきたいと思っております。さて、で本日はあの私たちが何気なくあの食べ物の栄養と考えているものと、それから生物の内容の対応を考えてみたいと思うんですね。 まあこれ学校の給食なんかで献立表というか給食の配膳の部屋に行くとこういうのが貼ってあると思うんですがえと炭水化物、脂質、タンパク、ビタミン、ミネラルこれが5大栄養素だというふうに言われてそれぞれえ例えば炭水化物は主に熱量素エネルギー源となるとでタンパク素は抗生素体の作り、抗生成分となると。 あと、えー、ミネラルなどは調整素という,ふうになっておりますで家庭科とかあの学校給食ではここら辺が強調されるんですがこ,これと生物学におけるあの物質の対応関係をちょっと見てみたいとほぼあの近いんですがちょっと捉え方が違うんですねそこら辺を見ていきたいと思いますで実は生態構成物質というのは、えっと、主に6つというふうに生物学では捉えます 糖質、質、質炭水化物、脂質タンパク質ですね。ここまでは学校給食でいった5大要素と一緒です。の中に入っておりますがその次に核酸というものを重要視しますこれは実は遺伝子なんですねこの DNA とか RNA の遺伝子でありましてえなんか学校給食の栄養の世界では全く出てこないんだけどこれ実は非常にえ、まあ、もともと私たちの体の最も重要な えー、情報を持ってる分子なんですね。と,ということで、これを外すことはありません。で、なぜ学校給食から拡散の栄養素から拡散が外されてるかというのは、あのーまあ、直接これがあの拡散ていは確かにそのまま。 一旦壊した上で利用したりするので直接的にまあ栄養素となるわけではないという側面があるから外したというところもあるんでしょうけどこれであのまあ拡散というものが私たちから身近でなくなってしまっているという点はちょっとマイナスではないかなと思いますそれか無機塩類これはの学校給食ではよくミネラルと言ってますけど、まあ、無機塩類と表現しますそれとあと水ですね、まあ、水は当たり前だけど、えー、と重要なものです。で それぞれがえ昨日の細胞構造とどうから関わってくるかというと昨日、ちょっと細胞の仕組みについて、真核細胞の仕組みについて学びましたで昨日言ったのはこの、えー、ブドウ糖などからミトコンドリアでエネルギーを出すエネルギー調達系とそれから、えー、核の中にある遺伝子 DNA をコピーしてタンパクというものを作らせるその情報系の流れがあると言いましたね。 でこのエネルギー系の流れと情報系の流れの中で、あと、えこのいろんな膜系があると、まあ、その部屋の仕切りを作っている膜系がある、まあ、簡単に言うと、この糖質がこのエネルギー供給物質であり、脂質が膜構造を作っており、タンパク質がさまざまな構造とか酵素を形作っている、酵素というのはまた後に説明します。 さて、その次なんですが、この生態構成物質のうち上4つ、糖質、脂質、タンパク質と核酸は有機物と言っています、オーガニックマこれ有機物というのは、一番共通点は炭素,炭素を含んでいるんですね、炭素を含む化合物、そしてまあ炭素と水素、えー、と酸素を含んでるといる CH を含んでいるということが共通です。で有機物のの定義っていうのは、えー あの炭素を含んだ化合物 CO2 とし、まあえー、一酸化炭素二酸化炭素は簡単すぎるので除外するんですけどそれ以外の炭素を含む化合物のことを有機物言いってますでなぜかというと後で構造出てきますけど炭素は長い鎖を作ることができるんですね、えー、炭素同士が結びついてこれが実は生き物の体を形作る上での骨格になってくる炭素骨格という表現がありますけど炭素骨格という生き物の体を作る上での最重要部分 がこのの有機物の部分になりますでそれ以外がインオーガニックマターということで無機物です。でこの、えー、と無機塩類というのは一般的にイオンという表現のされ方もするんですけど、まあ、水中に溶け込んで電荷を持ったプラスやマイナスの電気をも、まあ、電荷を持った構造でありましてやはりこれは調節とか電位に関わっています。さて、えー、と5大栄養素に出てきたビタ,ビタミンはどうなったかと言いますとビタミンは確かに ここにちょっとちらっと書いてあるんですけど、えー、酵素の働きの手助けなど確かに大切な役割をするんですねでビタミンというのは微量で重要な働きをするという、まあ、少量でも重要な働きをするということ、えー、物質なんですが実は分子的な統一性はないんですねあの実はこれから説明しますようにこれらには分子の特徴に統一性があるんですけどこれは実は、まあ、少量だけど重要なものを まあいろいろ種類は違うんだけど集めたグループなので、えー、特に分子的な統一性ないので生物学では、まあ、この全体の体系の中には、まあ、入れない形になっておりますさて、えっとまあ、あの炭素、酸素、えー、それから、まあ、主に生き物の形作っている元素は炭素、水素、酸素窒素それから硫黄と銀ですけどそれぞれカーボンの C ハイドロジェンの H オキシジェンの O、ナイトロジェンの N、サルファーの S、フォスフォラスの P ということで、こういう英語の頭文字の最初を使っております。さて、ここまではあのなんとなく栄養の延長ですから分かりやすいと思うんですが、ちょっとここから。 完全に理科的な話に入っていきますので,で高校の科学的な話に入ってきますから、えー、ちょっととっつきにくい方もいると思うんですがそ,そんなに実は難しいところまでありませんので、えー、ぜひここは理解していただければと思います。でこれが実は、えーとーえー、あの高校の科学とか、まあ、中学でも学ぶ一番、えー、元素の、えー、軽い順から20番目です20番目までの元素です。 で、これはこういう順番に並んでですね周期表と言うんですけどこういう順番に小さい順に並んでますでこれの覚え方がありまして、まあ、水平リーベ僕の船七曲がりシップスクラークカーという押さえ方があるんですけど水素ヘリウムリチウムベリリウム酵素炭素、えー、窒素酸素,酸素フッ素ネオンナトリウムマグネシウムアルミニウムケイ素リン イオ塩素、アルゴン、カリウム、カルシウムということでありますが、えっとまあ、これこ、科学になると、それぞれの分子の性質あ元素の性質を抑えなきゃいけないんですが、この中で生き物に関わって、非常に深く関わっている部分は、ここなんですね。CNOPS ですこ,ここです。 えー、これからの生態の特に有機物の構成に関わる部分はここですでこ,ここに注目していただければと思うんですであとはまあこ、まあ、水素も関わってるんですね水素水素とこの CHO と PS ということですそれで、えー、これに関連して、あのー、ここに何か、えー、それぞれの原子のところに太陽系みたいな構造が書いてありますけど実は 原子とというのは中を見るとその太陽系みという、ねまあのは太陽という星の,あの中心の、えー、輝く星の周りに水、えー、星とか金星とか地球という惑星がぐる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 回ってますね同様に実は原子も原子核というプラスの電気を帯びた粒が集まってる周りにマイナスの電気を帯びた電子というんですけどマイナス電気を帯びた粒がぐるぐる回ってるんですね。 でその回ってる数が、えー、実はあのー、この原子、まあ、このちょうどその、えー、この真ん中の原子核に入ってるプラスの粒を陽子と言うんですけど、陽子の数と外側を回ってる電子の数が、えー、対応してまして、1個陽子を持ってれば 1> 1個電子を持ってるってことこで電子が、まあえー、外をぐるぐる回ってるやつが1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個11個ずつその20個までの番号がそのままあの電子の数になってるんですねそれでその次になんですがこの電子に関してはある性質がありますえっとこれ一番内側の軌道、まあ、太陽系でいうと水星のような一番太陽に近い軌道ですね 水性軌道には2つままで入れるという約束がありますで次2番目の軌道これは、まあ、太陽系でいうと金星軌道なんですけど第2軌道には8つまで入れるという性質がありますで第3軌道にはあのー、8つまで入れるという性質がありますでそういう性質があって、えっと、あともう一つの性質としてあの原子はできればあの軌道を全部満たしたいという特徴を持ってるんですね例えば えっとこのヘリウムとかネオンとかアルゴンはまあ満たされてます、煮立たされてますからもう自己満足で私は満たされてると大丈夫だと他に何もいらないというふうに満足してるんですところがフッ素とか塩素はここにもう1個欲しいんですね、ここ、もう1つ満たされるために1つ欠けてるという。で一方ナ、まあまあねまあ、ナトトリリウウムムがいいかナトリウムは,ナトリウムは 2と8であったのに11番目だから1個、1個ちょっと余分に第三軌道に入っちゃってるんですで。こういうやつは、えーと、この外にあるやつを捨てたいんですね。捨て,捨てればあのこう満たされた状態になるので、ちょっと余分に持ってるやつは捨てたいとで。これ足りないから欲しいということですね。で、これ一番外側回ってるのはマイナスの電子というものですから、これ捨てる、例えばナトリウムがこれ捨てると、えー、マイナスを捨てたから、今。 あの捨てる前はプラスマイナスがつり合っているんですけどマイナスを捨てたのでプラスイオンになりやすいという性質がありますイオンっていうのは電,電荷を帯びた粒ですここら辺だから1つ余ってる2つ余ってるのでプラスイオンになりたい性質がありますでこっちは外から1つとか2つもらいたいんですねでマイナスイオンになりたいという性質がありますでそういう性質で実はあのイオンってよく聞くと思うんですがイオンっていうのは その、えー、と満たされたい側と、捨てたい側と受け取りたい側があって、例えばあの水素というのは、これ実は裸になりたいんですね、水素は実は満たされているよりも真っ裸になりたいんです、用紙だけになりたい。でそうすると、これ捨てたいと。でそうすると、えー、その一方で塩素はもう1つ欲しいという側ですから、それを受け取ると。でそうするとこれ真っっ裸になった水素は あのまあ、こうプラスだけが残りますのでプラスイオンになりますこっちは1つ受け取ったのでマイナスイオンになりますそうするとプラスとマイナスで引き合ってこうくっつき合うという性質がありますでこのナトリウム塩化ナトリウムっていうのは食塩ですけど食塩も1つ余ってるナトリウムが捨ててプラスを帯びて1つ足りない塩素原子が1つもらってマイナスを帯びてプラスとマイナスで引き扱っ,ってるということですね これ電気的にお互いプラスイオンになったやつとマイナスイオンになったやつがお互い引き合うというのがイオン結合という仕方ですこれは実は、えっと、一応説明しましたけど生物のこれからの話は、まあ、イオン結合も簡潔な話があるんですが違うやつが実は重要なんで次の話にいきますねじゃあもう一つの結合の仕方があるんですね、えー、原子同士が結合するときにプラスイオンとマイナスイオンが電気的に引き合って結合する他に 面白いやり方があるんですね。さて水素について、まあ、さっき捨てたい性質があると言いましたねだから裸になってプラスイオンになりたい性質があると言いましたそうするとさっきは水素と塩素だったらこれプラスになったやつとマイナスになったやつが電気的に引き合うというついつも合うんだけど例えば水素イオンだったらプラスとプラスで えっと、お互いプラス同士だから反発してくっつけ合えないはずですねそれから塩,塩素イオンと塩素イオンをマイナスマイナスで反発し合ってくっつけ合えないはずなのになぜか水素イオンも塩素イオンも二原子分子二,二人二人鉄内で分子というのを作るんですねでじゃあそれは電気の,反あの引き合いということでは説明できないのでどう説明できるかというと この水素イオンの電子が1つあるとでこちらにも電子が1つあるとお互い真ん中で共有しましょうとでそうすると、まあ、あの水素は真っ裸になって安定したいか2つ持って安定したいかどっちかですのでこれ2つ持って安定する形になりますでこっちの方にも周りに2つある形でこっちの方にも周りに2つある形お互い共有することでお互い満足し合いましょうという関係なんですね えー、塩素イオンも一緒ですここに1個足りないやつがある、ここに1個足りないやつがある、それをお互いここで共有すると、それぞれは、えー、8を第3軌道に持つ形に満たされるんですね。ということで、お互い足りない電子をお互い共有し合うことで、まあ、見かけ上8個満たされた形にだ、軌道が満たされた形にしましょうという性質がある。あと、一番有名な二酸化炭素。二酸化炭素は、あのー、 まあえっ、ー、と炭素が6ですでだから第二軌道に第1軌道に2個第2軌道に4個入ってるんですけど、えー、これあと4個欲しいですよね炭素はで、えー、酸素は8個です八個ですから第2軌道に6個入ってますでそうするとこれもあと2つ欲しいんですでそうするとここで真ん中4つずつ共有するとえっ、ー、と実は炭素も8個満たされた形になるし酸素も8個満たされた形になりますでそうすると まあこういう形で二酸化炭素という形で結合できるんですねさて一応これ原理を説明しましたで原理をさらに詳しくやりあの学びたい人は化、まあ、学化学という世界を、えー、さらに深めていきますと、まあ、ここら辺の原理がさらに詳しく分かっていくんですがじゃあ今のはあの実はあのさらっと説明しただけでもう実は生物は大丈夫でこれを理解していただければいいということです結局 あのお互い足りないもの同士あ足りないものとお互い真ん中で電子を共有して手をつなぎましょうという関係があるんですね、でそうすると私、1個提供するからあ、あなたが、相手からも1個提供すれば1、1本の手で結びますよという、1つ手を出してると、水素は1つ手を出してるとて発想するんです、でえっと、炭素は4つ手を出して、相手と結びつきがたがっているという発想をするんです。 でそれからあのこれ例えば、硫黄はこれあとあの5つですからあと3つ電子がどっから,から共有できればあの8個になって満たされますのであと3つ満たしたいそのためには誰か一緒に電子を共有しましょうというふうにするんですねで酸素はあと2つ足りないそうすると誰か1個ずつ、まあ、2箇所で電子を共有しましょうという,うにするとでそうすると。 私はあと2人と手をつなぎたいあ、これ3人と手をつなげたい、私は4人と手をつなぎたい、これあと1人と手をつなぎたい、酸素あと2人と手をつなぎたい、ちょっとこのリンは5つなんですけど、これちょっと説明するとややこしいので、リンはちょっと除いて、だいたい主に出てくるここについては、この結合種が1個、4個、3個、2個、2個ということで説明できるんです。 でこの結合子という考え方は化学でいうとちょっと,、えー、と完全に正確とは言えないところがあるんですが生物の,その、えー、生き物の分子を見る上では、まあ、これで十分ですのでこの結合子の考え方そうすると実はよく出てくる水酸基とかアミノ基はアミノは窒素があってこう水素があってこれ窒素と水素これ手を結びついてますね。 窒素は3本ですからこっちにもう1つここに何かここに何かあって結びつけばいいという形ですでそういう形でこの,この手,手が何本か炭素は手,を手が結合子が4本あるはずなので1234で酸素はこ,ここがここにあるので2個ということで説明が合うということでこの構造式が説明できるんですねはいそれでは 本日の、えーまあ、最後のスライドに行きますけど、えっと、実は、まあ、今まで説明したその共有結合という考え方を知っているとさらに、えー、よくわかると思うんですが、まあ、仮に知らなくても結論的には炭素は4つ手がありますとで酸素は2つ手があります、えーっとえーさえー、水素は1つだけですということで。 えーまあ、この炭素が4つ手があるということを知っていくと実はさっき私が言いました炭素がなぜ生物の生き物の、えー、分子の骨格に使われている,るかというとこれ4つの手,の手でこうお互いこう、ま、ず横方向に炭素がどんどんつなぎ合ってそしてあと2つ余ってますからここにあ,の、まあ他の水素とかが結合できるんですねあと糖質だとここに水,あの水酸化物あの水酸基を。 あの結合でででききるるととといいうことで長い分子ができると炭素をあの骨格に使うという,ということで生き物の体というのは炭素骨格でできてるんですさてそれでは、えー、最後にというかまあこっからがむしろ分かりやすいと思うんですがまあここの糖とかアミノ酸とかヌクリオシトという話はまた、えー、これ今後の講座でありますけれど、まあ、とにかく糖という、えー、分子があると、えーまあ、分子のかああ,あると でそれでアミノ酸という分子もあると、それからヌクレオシトという分子もあると、でこの分子が、えっと、お互い、えー、結合し合ってできているのが実は糖質炭水化物なんですね。で、タンパク質のアミノ酸が、えー、術状に結合し合ってできているのがタンパク質です。で、核酸という DNA とか RNA という遺伝子はヌクレオシトという構造が、術状につなぎ合ってできている分子です。で実はは私脂質だけはちょっとこういうい風に 単位構造が数字上につながっているわけではなくて炭化水素、まあ、炭素の鎖が長くつながっているという特徴があるんですが他は全部単位,単位の構造が数図のようにつながった構造をし,しているんですねそれでこの数図は非常に面白い性質がありまして例えば糖がこうつながっている構造に水を加えるとこれは糖がバラバラになってくるんですねでこれのことを加水分解っていってます ハイイドロライシス、水分解って言ってますで。実はこれが私たちがご飯を食べたご飯というのは澱粉でんぷんでこれがこう確かにいっぱいつなぎ合っている物質なんですけどそれがアミ,アミロスとかアミロペクチンというんですけどこれが結合が切れ合ってこう糖になるご飯を消化するというのはこ,この加水分解水を加えて分解するんですね消化液の中に水入ってますよねで一方逆に、これは、 えー、このお互いの間から水を取ると、えー、これ、結合するんです、脱水出合とか、縮合1合と言います、で私たちは、まあ、これを、えー、消化の時にやって、逆に実は、えー、私たちが消化吸収した糖を、体の中でまた結合して、えー、鎖にしたりしてるんですね。ということです、であの家庭科的には炭水化物という言い方、それからタンパク質という言い方。 核酸、まあ、は家庭科では出てこないですけどあの、という言い方がありましたけど、実は生物学では、炭水化物の別名で、糖鎖という言い方があるんですね、糖鎖、グリカンとかシュガーチェン、まさに糖,糖の臭い。それはなぜかというと、えー、単位の糖が鎖状につながっているから、それから、えー、タンパク質のことは、このアミノ酸同士の結合、ペプチド結合というので、ペプチドさっていってます。それから核酸 DNA、D n r n のこと、ヌクレオチドさっていってます。 とということで、主要な分子たちは鎖状の分子であるとで鎖状の分子はお互い結合したりバラバラになったりすることができる、まあ、電車みたいなもんですね電車は連結器で、えー、結合して給料の電車にもなることができれば、まあ、あの整備の時にはお互いバラバラに切り離してい、まあ、一個一個の,であの車両としてあの点検ができるとこれを結構自由に生物は やることができてこれも1つ、えー、その重要な性質でなぜそういうのができるかというとその根本にはこれちょっとそれぞれの構造を見るとこれ炭素骨格でできてるんですこの中身は、えー、それは炭素が、えー、こういう長い鎖の分子を作る結合子が4つの性質があるからというところであります。はい、というところではい本日のまとめですがえー、っとまあ正体 家庭科では炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルを5大栄養素と見なしたと、学校給食でもそうしたと、しかしこれには生物学的に見ると重要な核酸という遺伝子が抜け落ちているということですね、だから核酸というのを生物学では加えて考えるということ、そしてその核酸を加えたこの4つですね、糖質、脂質、タンパク質と核酸が 炭素骨格でできた化合物で有機物というとい特にちょっと強調しなかったけどタンパク質と核酸については窒素も含んでいるので有機窒素化合物と言っていますでこれがあの生き物の体の細胞のさまざまな構造を作る時の,あの骨格になっているということですねはいでその骨格の一番のポイントは、まあ、炭素炭素が4つの結合子を持って横方向に こう並んでで結合できるというのが生き物の長い分子を生体構分子というんですが生体構分子を作る基本となっているというところです。それで、えー、明日以降は、まあ、この特にタンパク質の構造と核酸の構造について、まあ、DNARNA ですねの構造について、えー、もう少し詳しく見ていきたいと思います。ごご聴ありがとうございました。